おはようございます。んです。サイバートラックの市場が拡大するかもしれません。そして FST の最新情報、さらにテスラに AI アシスタントが搭載されるという話題について今日は詳しく解説します。サイバートラックはアメリカ以外の市場に進出しようとしています。 今日は特にオーストラリアでの展開が注目されていますが、果たして現地の規制や市場環境はどうなっているのでしょうかそしてテスラの自動運転技術である FSD、イギリスでは新たな規制が導入され、テスラの展開に大きな影響を与えています。この動きが今後の FSD の普及にどんな影響を及ぼすのか お伝えします。さらに今日の目玉になるのがテスラ社に AI アシスタントが導入されるというニュースです。イーロンマスクさんが開発を進めるグロック AI が テスラ社に統合される予定となっています。これによりテスラの社内体験は大きく変わるかもしれません。今回の動画ではこれらのトピックを解説していきます。特に最後に紹介するグロックの話題はテスラの未来を大きく変える可能性を持っています。ぜひ最後までご覧ください。まずテスラのサイバートラックが新たな市場に進出しようとしています。今回テスラが注目しているのは オーストラリアです。広大な土地と厳しい自然関係を持つこの国では、耐久性の高いピックアップトラックが人気ですが、そこにサイバートラックが参入する可能性が出てきました。 オーストラリアといえば4駆のピックアップトラックが非常に多く走っている国です。農業や工業などの産業が盛んでアウトドア志向の人も多いため大型の車がよく売れています。サイバートラックのように頑丈で電動ながら長い航続距離を持つ車はオーストラリアの環境にぴったりかもしれません。実際にテスラのオーストラリアニュージーランド担当のカントリーディレクターでもあるトム・ドリューさんは 今我々が本当に必要としているのはサイバートラックだと語っています。テスラとしてもこの市場には大きな可能性を感じているようです。しかし問題もあります。 オーストラリアでは車両の安全基準がアメリカとは異なり、現地の規制に適合させる必要があります。特にサイバートラックは独特なデザインを持つため、衝突安全性や歩行者保護の観点から現地の基準をクリアできるかどうかが課題となります。それでもテスラはサイバートラックのオーストラリア市場導入を本気で検討していて、すでにシドリーなどで展示イベントを行っています。 これは市場の反応を確かめるための重要なステップかもしれません。もしオーストラリアで販売が実現すれば、次に他の国への展開も考えられます。 日本市場への導入はまだ不透明ですが、サイバートラックの動向には今後も注目していきたいところとなっております。次はテスラのフルセルフドライビング、通称 FSD はこれまでに何度もアップデートを重ね、徐々に実用化に近づいています。しかし全てが順調に進んでいるわけではありません。昨日はヨーロッパでの規制についてお話をしましたが、今日はイギリスの話です。 イギリスでは新たな規制が導入され FSD の展開に大きな影響を与える可能性が出てきました。これまで FSD はアメリカを中心に展開されていましたが、 ヨーロッパやその他の国々では法規制が厳しく、なかなか同じレベルの自動運転機能が提供できていません。イギリスでも以前は自動運転に向けた前向きな動きがありましたが、最近になって規制が強化される方向に進んでいます。新しい規制によると、高速道路以外の場所では FSD を使用する際に、ドライバーがハンドルに手を置いている必要があります。 これにより FST のハンズフリー運転が事実上制限されることになります。この規制の背景には安全性に対する懸念があります。完全な自動運転が普及する前に、まずは段階的に運転支援システムを管理していくべきだという考えが強まっているのです。しかし、この変更によりテスラの FST が本来のポテンシャルを発揮しづらくなる可能性があります。 一方でアメリカでは FSD の機能がどんどん向上していて多くのユーザーが実際に日常の運転で活用しています。テスラは今後イギリスを含むヨーロッパ市場での FSD の展開をどのように進めるのか引き続き注目していく必要がありそうです。 また FSD の規制が厳しいのはイギリスだけではありません。日本でも完全な FSD はまだ解禁されておらず、現状では運転支援システムの範囲に留まっています。今後日本や他の国々で FSD がどのように受け入れられるのか、その動向にも注目していきたいと思います。そして最後の話題ですが、テスラがついに AI 音声アシスタントを車に導入する可能性が高まっています。その名もグロック。 これはイーロン・マスクさんが設立した AI 企業 XAI が開発する最先端の人工知能です。 グロックはこれまでのテスラの音声コマンドとは全く異なるレベルの AI アシスタントになると期待されています。従来の音声コマンドは決まったフレーズに対して車が反応するだけでした。しかしグロックが統合されればより自然な会話が可能になり複雑な指示にも対応できるようになるかもしれません。例えば今日の天気はと聞くだけではなくって今日の天気に合わせてエアコンの設定を変えてといった指示ができるようになる可能性も あったりすするのではないいかと思いますさらに、この場所への最短ルートを教えてとか、充電が必要になったら最適なスーパーチャージャーに案内してといった高度なナビゲーションにも対応できるようになるかもしれません。 また、グロックの大きな特徴の一つが、リアルタイムデータの取得です。従来の AI アシスタントは、事前に学習したデータに基づいて応答していましたが、グロックはインターネットから最新の情報を収集し、常にアップデートされた情報を提供できる可能性があります。 イーロンマスクさんは、テスラ社への統合については近日中に導入される予定だと発言しています。具体的な時期はまだ明言されていませんが、テスラがこの技術を積極的に推し進めていることは間違いありません。 一方で、グロックの全ての機能が無料で提供されるかどうかはまだわかりません。現在、X ではグロックを利用するためにプレミアムプラスプランが必要ですが、テスラ社内でも同様のサブスクリプションモデルが導入される可能性があります。もしグロックが本格的にテスラ社に統合されれば、車の使い方が大きく変わるかもしれません。これまでスマートフォンやタッチスクリーンで操作していたことが、全て音声だけで完結する未来が近づいている のかもしれませんこの技術が実際にどのように機能するのか今後のアップデートが楽しみです。あなたはグロックの導入についてどう思いますか コメントで意見をお聞かせください。はい。ということで、今回はテスラの最新情報として、サイバートラックの市場進出、FSD の最新動向、そしてグロック音声アシスタントの登場について詳しく解説しました。まず、サイバートラックのオーストラリア市場の進出ですが、これはテスラにとって新たな挑戦となります。オーストラリアの環境に適した性能を持つ一方で、規制の壁をクリアできるかどうかが大きなポイントになりそうです。もし成功すれば、他の国 国への展開にも期待が高まりまりすそして FSD の展開についてイギリスでは新たな規制が導入され完全なハンズフリー運転が難しくなる可能性が出てきましたテスラの自動運転技術は日々進化していますが各国の法規制が今後の普及スピードを左右することは間違いありませんそして今回の一番の注目ポイントであるグロック音声アシストテスラに AI が統合されることで車との対話がこれまで以上に自然 になり利便性が大きく向上する可能性があります。 ただし、どの機能が無料で提供されるのか、有料プランが導入されるのかなど、まだわからない部分も多いので、今後の発表に注目したいところです。テスラはこれまでも何度も革新的な技術を導入し、車の概念を大きく変えてきました。今回紹介した3つのトピックも、テスラがさらに進化していくための重要なステップとなるでしょう。あなたは今回の発表の中で、どのニュースが一番気になりましたかサイバートラックの市場拡大。 FSD の規制の影響、そしてグロックの登場、ぜひコメントで意見をお聞かせください。テスラはこれからも次々と新しい技術を発表し、車の未来、エネルギー、AI を作り続けていくと思います。これからの技術が実際にどのように展開されていくのか、今後も引き続き追いかけていきたいと思います。 はい。では、テスラの株価をチェックしていきましょう。本日は少し上げております。現在227ドルとなっております。では、本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では、今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。 推進です最近電気代が高くなってきたなぁと感じることありませんか ?EV に乗っているとやはり家の電気も自分で作れたらいいのになって思いません実は今すごく注目されているのが N 型の太陽光パネルマキションです。これが普通の太陽光パネルよりも長持ちで高効率なんです。 保証に関し,ても40年ありますしかもテスラのパワーウォールと組み合わせれば夜でも停電の時でも家の電気をしっかりと使えるという最強のコンボとなっております。 もしちょっとでも気になるなーって思われたら専門家の方をおつなぎして無料相談を受け付けていますので概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください特にこれから EV 太陽光蓄電池の組み合わせを考えている方はぜひ一度お話だけでも聞かれてみてはどうでしょうか僕も導入することがようやく決定しましたのでこれから入れていきますが非常に楽しみですぜひお気軽にお問い合わせをくださいでは今日も最後までご視聴していただきありがとうございます素敵な一日をお過ごしくださいではまた